今の環境でも簡単に買えるガンプラでおすすめ教えてに対する反応集をお送りします。従来のおすすめキットは今はもう手に入れづらくなってるので簡単に手に入るものの中からおすすめを教えてほしい。水星系はフォーマットも最新で普通に良いキット揃いだと思うよ。ザウォートがノーマルもヘビも全然見かけない。水星の量産機だと他より頭二つくらい抜けて人気みたいだな。うちの近くのイオンのテナント電気屋には結構残ってたわ。キャリバーン、ミカエリス、デミバーディングも。ディランザ系が全然ない。再販減ったからなくなり始めてきてるけどね。キャリバーン改造用にもう一つ買っとくべきだった。気づいたらもう近場にない。それこそプレバンにあるぞキャリバーン。なんならスコア5もまだある。 HGUC のニュートサザビー、 RG の介護官ってわけでもなくこっちの方が好きって人も多い。ニューは今なら EG の方が良くない？フィンファンネルなしでいいならそれでもいいんじゃない？でも HGUC の方が店頭でよく見る気がする。正直スタイルは RG より圧倒的に HGUC の方が好き。ただ逆シャーシリーズは全体的に黄色が足りない甘いに罹患してるよね。当時はもとより、HGUC2008 年でも色分け技術は発展途上中だったから、同期の HGWO も色分け的にはまだまだだったし。さすがに古くてな。ナンバー2桁台の HGUC はもうきつい。サザビーは知らんけどニューは別にきつくなくないか？関節が ABS って時点で、摩耗が早いし気軽にシナウスのせいで買い足せないし、変えても複数買いがシナウスのせいで禁止になってるしいいことねえな。KPS になってくれりゃいいけど、そうしたら今度は EG の立場がない。RG エピオンはいいぞ。デミバーディング。保存用とすぐみ用と全塗装用と改造用と2個1のパーツ取り用のエコ替え。ガンプラとしてはお買い得よね。ファングッズとしてはさすがにチチュデミ選ぶけど、今なら HGUC のアッカイかな。ほぼ合わせ目消さなくていいし、色分けも簡単だから塗装も楽ちんよ。もちろんすぐみでも可愛い。アッカイなんて今じゃ瞬殺で定価じゃ買えないよ。昨日量販店巡った時に割とあったからどこにでもあるのかと思ったけど、そうじゃないのね。申し訳ない。地元地域だとジオン系はすぐに売れる。残っているのはシャーザクとゲルググぐらい。アッカイは売っていないけど代わりにベアッカイオハナ&アロハロセットならある。シャーのゲルググ。シンプルでいいぞ。ゲルググは毎回瞬殺だろう。は？ホビーサーチで半年以上在庫あるが？両ゲルググは、もう1年半近く再販されてない。シャーゲルググは、年4、5回は再販されてるから、残っている店舗もあるかと。HGUCF91 で色分けの特訓を。F91 もなんか再販頻度高い気がする。アデル、G バウンサー、G サイフォス、これらは今中古屋でも2000くらいだからいいやもしれぬ。今現在 Amazon 販売でポチれる中ではビルドバーニングがいいかな。ハンドパーツいっぱいついてて楽しい。子供と二人でキャッキャウッフするなら、ハワイアンベアッカイセットとかね。アッカイの腕関節は子供には無理だから手伝ってあげたりとか。割と真面目に総決伝と SDW が作りやすく数が揃うのでおすすめしたい。トールギスやレジェンドあたりならモチーフモビルスーツへの先祖返り改造にも挑戦できるよ。ストライクやイージスあたりになると、まあどんまい。RG ガンダムマーク2。うちの周り RG のマーク2見かけないから羨ましい。エピオンやニュー、アーリーウィングは結構あり余ってるけど。フルメカのフォビブンと、HG のレーダーはよく見かけるな。から見て、貴様はどこで戦っている？同スケールで新作連発し、公開処刑気味に売れ残っている RG の RX78。クシーやペイネロペイはデカさや値段もあって再販品は比較的簡単に買えたりするな。だいたい半月から1ヶ月ぐらいかけてじわじわ売れてくイメージがある。手に入りやすさで水星&種自由以外なくないか。種自由とか棚に並んでは消えるイメージ。再販でも翌日にあるのはイモトルドラくらいだ。イモジェ、キットとしてはライフリーよりできいいと思う。SDW のスペリオル役ドラゴン系は元ネタを考えればそこまで塗り分けなくても妥協できていいぞ。組み替えも楽しいしな。が、ガンプラくん。ライメックス素材もろくね。ランナーモードに組み替えようとして関節ぽっきりいったんだけど。あの出来でニュートカの高めの EG とほぼ同じ値段って舐めてるとしか思えないんだ。あれ買うくらいなら適当な SD 買うわ。V2 アサルトバスター。一辺組んだ後アサルトとバスターにそれぞれ組み替えるのは難しいし、光の翼がついてないが好きなキットです。去年までシャーズ5とか、不死鳥のように売り場に残っていたのに、あの映画のせいでいいわら。やっぱババア、ゲルググメナースってプラモデル買ってこい、赤いゲルググって書いてるやつだぞ。
って言われて。シャーゲル買って帰る母ちゃん、日本全国に何人かいたのかな？暇つぶしに作るのにちょうどよくて作った後も結構遊べる、イージーラーガンダム。発売前に写真見てよ。こいつ青い部分が紺色だからいいねえと思って組んだら青い部分が黒かったでござるの巻。アバターフミナ、プレチで買わざるを得ないのかと思ってたら、定価で買えたし、なんなら今はアマゾンでも安めに買えるな。電気屋にナラティブ求めて探してたらなかったが、アバターフミナはどこでも定価で3個くらい並んでるので、おすすめキットだな。クシーとペイネロペイは映画効果が収まったのか、きっちり定価で買える今がおすすめだな。同じ大きいキットだと、ナラティブ A 装備もなんか定価で買える。これだけガンプラが品薄でプレネついてる中で、HG の F91 が1000円くらいで売ってて驚いたな。小型モビルスーツの改造素体にするにも適任だし、今が買いだと思う。いつでも売ってるレベルなんてもう境界線機しかないだろ。大手家電量販店でも色々な店舗見回ってると、これまだ売ってるん？とかにラッキーだったりなことに結構出会えたりする。HGCE のフリーダムガンダムとか、割と見かける気がするけど、異様の機体が好きならティフォエウスガンダムとか、活躍が微妙だったせいかだだあまりだぞ。つまりまとめるとイモジャとミカエリスとデミバージングを買えばいいわけだな。どれも造形はいいし飾るのに楽しいギミックもある。組んでみて妙な満足感があるのはディランザ。一般カラーを2体買えばダブルシールドもできるし、劇中再現ラウダ先輩が死んじゃうようもできる。確実に手に入るというならプレミアムバンダイの工場的に売ってる通常商品たち。HGUC ニューガンダムとかはポチればすぐ手に入る。プレ版で買えない人もいるんですよ。世の中にはクレジットカードを作れない人がいる。俺もそうだった。プレ版はコンビニ振り込みで買える。振り込むコンビニすらない僻地だと思う。プレ版関係なくプラも買うの難しいやろ。時々出てくるこのプレ版買えない君は何をやらかした人なんだろう。赤版だってサブ赤作る方法なんていくらでもあるし、カードじゃなくても支払いする方法もあるんだし。子供か、利用方法も見ずに自分は使えないと決めつけてる人じゃないか。同居してる親とか奥さんが趣味に理解がないので、こっそり買ってきたい人？あとは、予約から発送まで間が空きすぎて事前にスケジュール調整しづらいだろうから、長く家に帰れない仕事の一人身だと使いにくいかも。プレ版そのものが利用できないだと、クレカを持ってないかクレカが作れない未成年の子供や無職に引きこもり、生活保護などの理由で作成できないなど、ネットを使用できない、もしくは使用が制限されている寮生活だったり海外在住、超田舎でネット環境が整備されていないなど、仕事が忙しすぎて、アクセスする暇がない超ブラックの社畜生活で、ログインする余裕がない、あたりだろうか。ログインはできても手に入らないだと、ログインした頃には必ず売り切れてる極度に運が悪すぎるか。毎回売り切れた後にしかログインできない生活をしてる、家族の監視がきつすぎる妻や母親など、家族が買ったもののチェックをしてるせいで、迂闊に買い物できない、とかもあったりするけど。